こんにちは、モティン和也です。今回はお風呂にある給湯器のリモコンの掃除をしてみようかと思っております。では早速ですね、カメラを近づけて汚れ具合をチェックしてみますね。まずはコーキングのところですよね。掃除をせずにいると黒カビがですね、ここに生えてくるんですけれども、気になるような黒カビはないですね。あ、ちょっと一箇所ありましたか。一箇所下にあったぐらいで、あとはないですね。ここのコーキングなんですけれども、以前ですね、埋めたんですよ。というのも、コーキングがですね、ちょっとボコボコしていて、そこに水が溜まってですね、非常にカビが生えやすい状態になっていたんで、自分でそこをですね、埋めたんですよね。その時の動画を撮っておりますので、気になる方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。あとカビが生えやすいのは、こういったですね、隙間なんですよね。うん、汚れは多少確認できますけれども、黒カビがぎっしり入っているという感じではなさそうですね。あと黒カビ以外の汚れですと、このモニター部分の水垢ですよね、ちょっと確認できないかもしれませんが、鱗状についていますよね。黒い部分と重なると分かりやすいでしょうか。はい、この水垢も落としていきます。はい。では掃除に入っていきますが、今回掃除に使う道具からご紹介していきます。まずは手袋ですね。いつも使っているニトリルの薄手の使い捨ての手袋ですね。この手袋をしまして、黒カビがほとんどないので、いつも使っているですね、バスマジックにを使ってですね、まずは掃除をしていきます。黒カビが結構ひどかったら、カビキラーを使おうと思ったんですけれども、今回はバスマジックにでいきます。あとですね、こういった隙間ですよね、隙間にしっかりブラシを当ててですね、掃除をしていきたいので、こちらを使います。はい、隙間掃除用に加工したプル歯ブラシです。どう加工したかというとですね、まず首を少し L 字になるように曲げました。そうするとこんな感じでですね、毛が当たりやすいんですよね、こういう感じで。あと毛先をですね、斜めにカットしました。こうすることにて、隙間の掃除がよりしやすくなると。そして、まずですね、水垢以外の汚れ、皮脂汚れとか、そういった汚れを落としてからですね、水垢落としをしていくわけですけれども、その時使うのがこちらですね、モティン和也キッチン用。特に目立つのがここの部分ですけれども、それ以外のこういった白いところにもですね、水垢はついているでしょうから、全体的にですね、このキッチン用で磨いていこうかなと思います。では早速ですね、バスマジックに吹きかけて掃除をしていきます。そして歯ブラシで。やっていくと。普段はですね、こういったところはこまめに掃除しないんですけれども、間もなく12月になりますし、年末の掃除の一環ということでですね、もうすでに始めてますね。一気にドカンと12月の末になってからやるのではなくて、少しずつですね、掃除をしていって、できる限り1回の掃除の負担を楽にするといった形でですね、もうすでに始めていってますね。ここに黒カビありましたね。黒カビはですね、バスマジックにでは落ちないと思いますので、今回は落とせないと思います。はい。バスマジックリンでの掃除が終わりましたので、シャワーで一度流します。ではマイクロファイバークロスで水気を拭き取ります。まだですね、濡れているので水垢がですね、浮き出てこないんですけれども、乾いてくると水垢が出てくるので、乾くまで少し放置します。はい、乾いたようですので、ここで一度カメラを近づけて今の状態をお見せします。はい、まずは上のですね、コーキングのところ、綺麗になりましたね。黒カビは最初からなかったんですけれども、綺麗にはなりましたね。はい、横のところもこんな感じ。ここには黒カビがやっぱりありますね。一箇所ポツンと。黒カビでしょうかね。黒カビでない可能性もありますけれども、この汚れといいますか、黒いところは落とすことができませんでした。はい。綺麗になってますね。
あとまだ落としきれていないと思うのがこのモニター部分の水垢ですね。黒い部分と重なるとですね、確認しやすいですよね。落ちやすい水垢は先ほどの歯ブラシで洗ったら多少落ちたと思うんですけれども、そこそこ頑固めなですね、水垢はまだ残っている状態ですね。ではこの水垢を落としていきます。ではですね、このモテギカズヤキッチンを使いまして水垢を落としていきたいと思うんですけれども、どうやって落としていくかというと、いつもはですね超人タオジゼットを使うんですが、そこまでひどくないので指でいけるのかなと思いますので、指にとってで、そしてつけて、ここについている水垢はこういったところにもついているんですよね。なので全体的にですね指で磨いていきます。このモテギカズヤキッチン用はですね、研磨剤が小さいんですよ。モテギカズヤシリーズの研磨剤の中でも一番小さいんですよね。なのでプラスチック製品にも傷をつけるリスクが本当に低いんですよ。ということで今回はキッチン用で磨いております。ただキッチン用をいきなりですね使うっていうのもあまり良くない順番ではあるんですよね。本当はですね、水垢の場合はクエン酸のようなマイルドな酸性洗剤を使ってですね落とすというのが一番最初のステップとしてはいいのかなと思いますね。でそれで落ちなければもう少し強い酸性洗剤を使って、でもしそれで落ちなかった時に最後の出番ということでですね、クレンザーとか研磨スポンジのようなもので磨いて落とすと、そういった段階で試されるのがいいかと思います。クエン酸でなくても少ないんですけれども酸性タイプのお風呂用洗剤もありますよね。例えばお風呂用ティンクルとかそういったもので掃除をするとか、それで落ちなかった時にはモテギカズヤシリーズですと生ハゲお風呂用、結構強めの酸性洗剤ですね。そういったものを使っていただいて、でそれで落ちなかった時に最後の出番ということでクレンザーですね。クレンザーでもやはりですね、今使っているモテギカズヤキッチン用のような研磨剤がですね小さいもの、なかなかですね研磨剤が小さいものがどういったものなのかを判別するのは難しいと思いますけれども、もしですね確認できるようだったら研磨剤の小さいものから使っていくと、もしくは使えるもの使えないものというところをですね、ほとんどのクレンザーにはですね書いてると思いますから、それを確認してですねボトルに書いてますから、でプラスチック製品にも使えるようなことが書かれているのであれば、そういったものを選ぶというのがいいのかなというふうに思いますね。では流します。隙間にクレンザーが入っているかもしれないんで、また歯ブラシで洗いながら吸いできます。ではクロスで拭いていきます。はい、それでは乾くまでお待ちください。はい、乾いたようですのでカメラを近づけて掃除後の様子をお見せします。はい、どうでしょうか。はい、綺麗に落ちてますよね。こんな感じで落とすことができました。はい、ということで今回はお風呂にあるリモコンの掃除をしてみました。ここのモニターのところが水垢ってすごく目立ちますから、お困りの方がいるのかなと思ってですね今回動画にしたんですけれども、今回の掃除のポイントは3つあります。一つは先に水垢以外の汚れを落とすということですね。今回はバスマジックリンを使いましたが、黒カビが生えている場合はカビハイターとかカビキラーを使った方がいいと思います。特にですねこういったコーキングのところにもし生えているとしたらですね、カビキラーやカビハイターを普通に使ってもなかなか落としきれないことがありますので、そういった時はボトルに入った漂白剤を使ってペーパーシップをするといいです。やり方は概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひご覧になってみてください。で、二つ目が、この隙間が結構ありますから、そこの隙間掃除におすすめなのが歯ブラシですよ、というのが二つ目のポイントですね。こんな具合に首を少し曲げたりですね、毛先を斜めにカットすると非常に隙間掃除に便利なんですけれども、どうやってやるのか詳しく知りたい方は、この間ですね、カランの掃除をするときにやり方をですね、ご紹介してますので、そちらの動画も概要欄にリンク貼ってきますので、ご興味になる方はチェックしてみてください。そして3つ目のポイントが、水垢落としには酸性タイプの洗剤かクレンザーを使うということになります。今回使ったモテギカズヤキッチン用はここに混ぜるな危険酸性タイプと書かれている通り、酸性でありながらクレンザーなんですよ。なので2つの働きを使えるので水垢によく効くんですけれども、
先ほどお伝えした通り、本当であればいきなりクレンザーを使うのではなくて、まずは酸性タイプの洗剤を使うと。で、酸性タイプのものでも酸性度のマイルドのものから使っていって、落ちなければちょっと強めのものを使っていくと。で、最終的に落ちなければ最後の手段としてクレンザーとか研磨スポンジのようなものを使うと、そういう風にされた方がいいのかなという風に思いますね。なので最初はクエン酸か、もしくはお風呂用ティンクルのようなものですね、そういったものを使うのがいいのかなと。クエン酸を使う場合は40倍に薄めて使ってください。希釈の仕方はですね、空ボトルにクエン酸を 5g 入れてから、で、水またはお湯をですね200になるまで入れて溶かすとですね、40倍希釈液ができますので、それをシュッシュッシュッと吹きかけて歯ブラシでこう塗りつけてもいいんですけれども、ある程度こうブラシ洗いを入れた方がいいですね。そして必要であればペーパーで湿布して30分から1時間ほど放置、そしてペーパーを取ってで、またブラシ洗いを入れると。ちょっと水気が少なかったら、その時にですね、またクエン酸の40倍希釈液を足してですね、ブラシ洗いを入れて、そして流してみると。それで落ちればですね、一番安上がりですし、クエン酸はいろいろ使い道もありますから、一番お得なのかなというふうに思いますね。で、もしそれで落ちなかったり、すでに酸性洗剤やクエン酸も試してますと、それでもここのモニターの水垢が落ちませんという時には、こちらのモティカゼキッチン用、おすすめですね。はい、ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。茂木和也の YouTube チャンネル、茂木流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも